ちは。今回は時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーリャさん、第3話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。男女でフォークダンスだとそんなのやったことないぞ。こいつスペックだけ、五条くんと同じタイプだ。一昔前っぽい主人公嫌いじゃない。主人公は引きがやくんみたいなキャラなのね。なんでクラスの出し物には全力なのに高野菜には全力出さないんだよ。合宿でそんなテンション上がるか。で、お前らにこんな青春あった？二等分の花嫁みたいなやつ。まさか主人公が幼少の頃に仲良かった子はアーリャさんじゃなくてアヌテ展開か。これで姉ちゃんルートに行ったら俺好みの話なんだが。ぬいぐるみ並んでる生徒会室いいな。俺も職場にぬいぐるみ並べたい。なんかこいつ毎週違う女とデートしてない？勇者正しきなので主人公。こっちの方が昔あった娘なのに最終的には別の娘と結ばれるニセ恋展開好きじゃないわ。あれはモブキャラのはずが、圧倒的性ヒロインまで駆け上がった小野寺さんがいけない。思い出の女の子は幼馴染より勝率低い。前半アーリャパートだったのに、またアーリャさんより可愛い子出してどうするんだよ。妹ちゃん昔は病弱なお嬢様なのか。あの妹がああなるのか。ママバブみを感じておギャル。姉なのにママ感半端ない。3話にして主人公が寝取られそうだぜ。懐かしいにも程がある。一応毎回内容っぽいエンディング選んでるのか。ずいぶんまとめてきたなこの3話。ライバルが実前でこれは平和なラブコメかと思っていたら、今度は実施が三角関係かよ。姉ちゃんも可愛いな。それにしても思い出がいっぱいとは予想外だった。お姉ちゃんからは運命の人と思ってるようだが、まさちかくんからは違うのかも。姉がロシア語喋った時ちゃんとわからないふりをするのはなかなか賢いな。普通ならあ、はいって答えちゃうぞ。マサーチカがロシア語わからないふりしたから、マーシャもマサーチカは別人だと思ってると思う。最初気づきかけたのに。雪は小さい頃病弱で今は良くなったとしても、たまにでもいいから一緒に寝て様子見てほしい。なんで雪はお母さんの方に残ったんだろう。お母さんの方じゃなくこの家って言ってたし、体弱いから環境変えられなかったとかじゃね。階層部分がラノベすぎてちょっと辛かったわ。ラノベじゃん。まるで階層部分以外はラノベすぎないかのような言い草だな。最高のアニメだなお姉ちゃん、素晴らしい。実は有能だけど無能なふりをしている系男主人公ってのも懐かしいパターンな気がする。マサーチカはアリアの手前、ロシア語わからないふりしちまったか。まさかこんな切ない展開になるとは。アーリャは友達だと言っているのだから、姉ちゃんはさっさと告ってものにすればいい。女の子には幼なじみと泥棒猫と妹しかいないのよ。まだ確定ではないだろうけど、ずっと思い続けてきた相手をよりにもよって妹に取られたのかわいそうすぎる。お姉ちゃんかわいい。マサーチカの思い出の人はマーシャさんってことでいいのか。マーシャ側は察してたな、この反応。わざとロシア語で話してわかるかどうか試したんだよな。そこでわからないふりを継続した主人公も見事。なるほど、幼馴染と泥棒猫というわけですね。作品のタイトル的にヒロインはアーリャ一本釣りなんだろうけど、今回のリアクション見ると姉の方にもフォローが欲しいところ。2話まではお気楽ラブコメだったけど、ちょっと重い展開入れてきたね。姉が興味持ったらユキちゃん姉も邪魔するのかな。ユキは邪魔はしてないつもり、ただからかって遊んでるだけ。エンディングは思い出がいっぱいか、懐かしい。過去回だからアルバムの曲を選んだのね。アーリャさんに妹大勝利作品の歌を歌わせる題材について。みゆきは義理の妹だからマサーチカとは条件が違う。エンディングは昭和曲と今曲でローテなのか。毎回特殊エンディングなのかこれ。すごい力入れてんね。一応その回の内容とエンディングの歌詞はリンクさせてるようだね。
原作組の方がエンディングの予想を立てやすいのでは。アーリャの一番のライバルはお姉ちゃんなのか。アーリャさん、同様のマーシャさん、出並ぶつもりか。アーリャをからかう視点が必要だから、幼馴染の実前バレはないのかね。そういえば最後のシーン、紅茶っちっちでイチャイチャしている二人を睨む。アーリャにゃんぬいぐるみに笑った。アーリャさん努力の天才タイプだった。ただ、才能あるのも自認してたが。ギャップ萌えってやつかな。慣れ初め話としてはすんなりと入ってきたわ。ドキデレとツネデレならやっぱ、両方だな。姉ちゃんの母性良いわ。前は姉ちゃん結構好きやで。姉ちゃんは妹のために身を引くタイプだよな。このキャラが表現すると面白そうなのだが。お姉ちゃんマサーチカのロシア語を試したから、まだ確信はしてないのでは。姉が、例の昔遊んだ幼女だったのか。で、次回早々それに気づきそうだな。ま、気づいた方が面白くなるし。マサーチカと姉が本来の幼馴染か。アーリャは終わりです。終わり。マサーチカお姉ちゃんに気づかないとかどこが優秀なんだよ。ポンコツだよポンコツ。髪の色も瞳の色もおっぱいも違うんだから気づかないのも無理ないのでは。マーシャが幼馴染でアーリャが泥棒猫か。お姉ちゃん可愛すぎる。お姉ちゃんと結婚します。小さい頃マサーチカって言ってたの、やっぱマーシャさんだったのか。サープンってマサーチカ。え、思い出のあの子は本当は姉者さんなの。姉ちゃんはマサチカがあの時の男の子だと気づいても何も言わないんだな。あとあと一悶着起こす前振りか。マーシャとマサーチカは小さい頃毎日一緒に遊んでた。マサーチカとアーリャは同い年。小さい頃にマサーチカとアーリャが出会ってないのは理由がある。ド本命ヒロインこんなに早く来ちゃった。アーリャさん勝ち目なさすぎに見えるけど。さて原翔、アーリャさんの瞳と耳が美しすぎて辛い。猫のぬいぐるみをアーリャに似てると言ったのは泥棒猫だから。セック好きだわ。ロケットの写真がはっきり見えないようにしてたのは、あれが見えちゃうとネタバラシになっちゃうからだよな。マーシャさんは妹のことを思って踏みとどまった感もあるが、マサーチカがロシア語に反応してくれていたらまた違っていたかもな。過去の苦い経験から凍てついてしまった心、それを溶かしてくれたのはマサチカだった。手をつないで駆け出す二人の姿はなんとも尊い。恵まれた容姿、才能に怒らず、何事にも全力で取り組む姿勢はとても素晴らしい。完璧主義がゆえに、幼少期から敬遠されがちだったアーリャの努力を、マサチカは正しく導いてくれたんだね。確かにこれは惚れるかも。他方そんなアーリャの実施マーシャも登場した今回だが、姉すらマサチカラブだったとは、一体どんだけ思い出の種をまいてるんだよこの男。笑い。何事にも手を抜けない性格がゆえに、周りとの温度差に悩むアーリャさん。そんな彼女の生きづらい性分を見抜き、率直な言葉で背中を押すマサチカがかっこよかった。それ惚れるのも無理はないよね。笑い。他の生徒みたいに特別扱いしなかったのも、アーラさんには新鮮に映ったのかもしれない。君の名は海。お話はアーリャさんの小学生時代へ。人一倍責任感が強く、他人にもそれを望んでしまい自己嫌悪。そんな時に現れたのが、巻き込み力があり理想のナンバーツーポジのマサチカ。この時から出れるようになったのね。マサチカの幼少期の思い人はアーリャさんと思ってたが、コラヤミスリードか。幽霊こそアーリャ可愛すぎた。三者三様な過去会だったな。アーリャが出れた理由に、実前なのにユキと名字が違う理由に、そして幼い頃に遊んでたロシア人の女の子の正体が判明。今後の地上のもつれに期待。そしてエンディングは思い出がいっぱい。また夏メロに戻った。努力が報われなかった幼少期のアーリャさんが、降る雪を見上げてロシアを旅立った冷たい思い出すら溶かすように、思い出や努力の痛み、絆創膏が刻まれた手を握る。その手から始まった二人の恋の温かさに、こなたの心も溶かされた。お姉ちゃんが絡んできちゃうパターンですね。お姉ちゃんが過去の女、姉妹バトルが始まるわけですね。しかし改めて見るとお姉ちゃんも可愛く見えてくる。
これからが楽しみになる回でした。まさに思い出がいっぱい詰まった回でした。男の僕から見てもクゼがかっこよかった。アーリャが惚れる気持ちもわかる。さらにマサチカと知った時のマーシャの表情、クゼが感じた懐かしさ、描き方が間接的で二人の思い出が伝わる素敵なシーンでした。アーリャさんとマサーチカの馴れ初め話だったけど、個人的にはそれより前世紀ユキさんが気になったな。自称幼馴染の実前になった裏にはやはり複雑な家庭事情があったのだろうか。どう聞いても馴れ初めです。孤高のお姫様の魔法を解いてくれる人、愛称呼びは努力を見てくれている証かな。惚れるのもわかるマサチカの起点、アーリャの出れ隠しの始まりに似あり、さらに今回驚いたのが幼馴染の正体。伝わらないマーシャのロシア語には切なさを感じた。アーリャの過去をつまびらかにしつつ、クゼに惹かれていく感情をちゃんと時間をかけて説明する回。ラブコメはこういう背景描写すごく大事だけど、これを丁寧に書いてくれたの本当に良かった。そしてキャラが可愛いんよ。作画毎週毎週すごい。初っ端から特別感のある二人が不思議だったけど、このタイミングで過去を開示とは絶妙。アーリャ視点だからか、マサチカが無駄にかっこよく見えた笑い。特別視しない彼の対等な扱いに彼女は心を許したんだろうな。デレが始まった瞬間最高。ツンケンしてるストイックな過去アーリャも出来かわね。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。